はい、どうも、ビエリスパサがやっていきたいと思います。はい、サブアカ、無課金アカウントで6周年記念、天の川高校デビューガチャ、こちら引くことを決心いたしました。まあ、チケット、PSR チケットか、レアガチャ、どちらで狙おうかなと思っていたんですけども、やっぱ PSR チケットは、なかなか引けない。そして、今限定キャラで欲しいのって月吉のみとなっておりました。それであれば、まあ、この、6周年記念の天の川高校デビューガチャ、引いちゃってもいいかなと思いまして、こちらのガチャ引いていきたいと思います。で、今回このガチャをどこまで引くかっていうのは、ちょっとまだ決めておりません。まあ、現状、この20連目で SR 手に入るのであれば、月吉の SR が手に入るのであれば、30連で止めたいと思います。30連のミルキーウェイ、まあ、ここでね、回収でき、切りますので、まあ、そこでいいのかなと。まあ、はたまた40とかいっちゃうとちょっと悩みます。40で SR チケット、選択チケットを手に入れて、終わるっていうのもありかもしれませんが、ちょっと悩ませてください。まあ、ちょっとね、一応、チケットの方で、キラセ当てることができました。なので、最低でも20連目は明け崎にしてください。月吉か明け崎。キラセは本当にやめよう。キラセだけはダメです。暗転してくれれば勝ちなんで。まあ、でも月吉がいいです。はい。では、引いていきましょうか。で、できれば、バッチまでは手に入れたいかなと思っております。では、行きたいと思います。ワンチャン、10連目。ここ10連目ね、SR 出れば、確定で、ピックアップです。まあ、初めはピックアップのみしか出ません。さあ、ここでね、ワンチャン来てくれませんか。お願いします。SR。いけ、いけ。いや、来ないか。抜けないよね。多分抜けないよね。だよね。さすがにそううまいこといきませんと。はい。まあ、PR 手に入れてください。月吉の PR 持ってないんですよ、全然。なので、月吉大量に当たってほしいです。はい。キラセ、PR。はい。キラセの R。違う。はい。月吉、R。R から PR 欲しいんだ。PR が欲しい。いやー、月吉の PR ゼロじゃん。それちょっとまずいよ。はい。では、20連目引きたいと思います。ここ、大事だよ。ピックアップ確定でございます。さあ、引かせてくれ。800個残せるんでかいな。ここで引けたらね。お、待って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 。え？え？来たわ。来た。待って、PSR のピックアップ確定です。え、これ、最終枠以外で来ないかな？最終枠以外で PSR 来ない。でも、ピックアップ確定そこなのかな？いや、何枚来る？複数枚来るよね。最終枠で PSR 来た？もしかして。え、激アツなんですけど。あ、やべえ。やーべえ。さあ、複数枚来るよね。おー、2枚来た。多分8枚目がピックアップの PSR。そして、でも、ワンチャンね、これ、ピックアップは10枚目、そして PSR は8枚目っていうのだけやめてね。そのネタはやめてください。月吉引かせてくれ。そして明け崎も引かせてくれると神です。で、月吉の PR も来てほしい。そしてここ暗転、待って、キラセか。まあ嬉しいけど、なんか俺最後キラセのような感じがする。10枚目。いやー、今ね、もう勝った、神引きだ、サブアカ無課金アカウント最強っていうね、もうサムネで皆さんを釣ろうかなと思ったんですけど。いやー、これキラセか。キラセ当たっちゃうか。最後マジでお願いだから安定してね。月吉、せめて明け崎いきます。いや、キラセ本当にやめて。はい、いきます。さあ来い。オッケー。あぶねー、月吉来てくれました。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。これはマジで危なかった。よかった。はい。30連目も引きます。まあ、一応ミルキーウェイゲットしておきたい。まあ、パスタ50個で、まあ、ミルキーウェイゲットできるのであればマックスね。ここは引かせていただきます。で、ここはピックアップ 20%、SR 50%、PSR 50%。ワンチャンピックアップ来ない。ワンチャンピックアップの PSR。10% でピックアップの PSR です。サブアカなら来ないかな。ねえ、金文字でもないし、流れ星でもない。ってことは、可能性がかなり低いです。はい。ゲドウくん来てくんねえかな。ゲドウだけでも来てほしい。ゲドウ。
ゲートだけでも来てほしい。いやー、やめそう。ことは、お？でも複数枚来た。ってことは、2枚目がそれなのかもしれない。いきます。ゴーダ。さあ、最後。で、月吉の PR も当たって。オッケーオッケー、月吉の PR ね。はい。では、最後、引いていきたいと思います。さあ、頼むぞ。最後。最後、10枚目で、暗転。さあ、来い。はい。龍崎でした。はい。はい。まあ、ここはもう引きません。ここはもう引かない。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 もう、月吉与えさせてもらいました。キラセも、まさかの。まさかの当たったんで、まあ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 、いいでしょう。勝ちでしょう。月吉くん引けたから勝ちです。でも才能開花するかすごい迷うんすよね、月吉ね。うん。サブ赤だからなぁ。で、月吉の PR って1枚いるのか、1枚だけか、ちょっと寂しいなぁ。ちょっと寂しいなというところで、まあ一応、SR45 にはしたいんですよ。なので、SR45 にはしたいです。ね、才能開花で PSR 食わせたのがちょっと痛すぎた。うん。痛すぎました。ねえ、もったいないことしたな。で、はい、強化していきます。で、どうしましょうということで、入手順。で、月吉の PR に、あれ全部食わせちゃうか。R の博士そんなにいないから、R 全部食わせて残り PR。はい、いきまーす。R の深さを使うのちょっとめんどくさいんで。1。おぉ、1か。1ね。では、4行かせていただきます。はい。まあ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 、この引きはいいでしょう。良いとさせてください。で、才能開花なんだよな。才能開花。どうするかだよ。はい。で、月吉、食わさせていただきます。2はやめよ。せめて3。せめて3。4回方がいい。ごめん、ここは欲張る。4回方がいいです。行きましょう。1、2の、3の、3。で、3ってことは、いや、人数5カップまで欲しいよな。いや、もう、これ、いいです。ちょっともったいないかもしれません。常設なんでもったいないかもしれませんが、ここは、博士。待って、違う。違う。それは違う。ごめんなさい。ナイスだ。思い出した。思い出しました。これね、今、ステッパブンビンゴの方で、これ手に入るんですよ。月吉 PR。ごめんなさい。これは、やりません。うん。そこで手に入れて、なんとか、やらせていただきます。で、イビキャラはないもんね。はい、まあ、今回は、こんな感じで行かせていただきました。で、最後、キラセだけ解放させておきましょうか。月吉の才能開花は、しないかな。まあ、してもいいけどね。まあ、ちょっと見ないといけない。で、キラセ。まあ、これは解放させておきます。もう、全、食わせでいいか。はい、行きまーす。1解放してほしいです。行きましょう。はい、1位。ナイス。いいね。ありがとう。で、キラセが来てくれました。で、月吉も、鍵かけておきます。才能開花だよな。才能開花。才能開花。才能開花、月吉。で、月吉この前使うぐらい、これ3つ。フィルターいいね。だよな。この辺使っちゃうか。ね。アルカードももう来ないでしょ。ハピもいいよ。このシンジはさすがに置いときたいけど。まあ、そうだね。この辺は使っちゃおうかな。もう、使われないよな。青足。まあいい。ごめんなさい。これ、あれ使いますわ。選択チケットありました。選択チケットありましたんで、引き換え券で使わせていただきます。レジェンド SR じゃない。ごめん。PSR かな。あれ ?PSR。PSR? あれ、レジェンドって SR ばっかだっけ？ PSR あるよね。はい。で、ベッカムが確かミッドフィルダーなんで、ベッカムと交換しておきます。はい、ベッカム。ベッカム、ベッカム。ベッカム。はい。で、もう一丁ベッカム。もう全部使うよ。ベッカム。
あれ、このね、ありがたく使わせていただきます。いいです。やっぱ、才能開花あった方がいいよね。はい、才能開花させていただきます。まあ、ミッドフィルダー、ね、SR なんでね、あまり才能開花したくないっていうところはあるんですけども、まあ仕方ないです。はい、アルカード。まあこいつは一応置いときたい。シルバー置いときたいね。はい、で、まあ手に入るけどね、ミッドフィルダーね。はい、で、SR の方はまあこの辺の、まあ使わないキャラクター。堀場も50だしな。いいや。この辺り使いますよ。どの道、あった。またまた。あ、カイ君は置いとく。カイ君はいずれ来る。あ、お前50じゃなかったな。まあ、この辺使いますね。はい。こんな感じで。はい、あとは PR 混ぜてきます。PR は、どうしよっか。なんか使わないキャラクターはもう一気に全部行きたい感じはするけど。まあ、もう来ないっしょ。もう来ない、渡来。渡来はもう来ないと思ってます。で、ここ。はい。で、R ですね。あ、深川。深川と、あと、福田。でも福田はね、まだ残ってるか、こっちなんだ。いくら。はい、ではこれで才能開花しておきます。無事、才能開花させていただきました。あとは、まあ、ね、解放だけするために、うん、PR 取りに行きたいと思っております。ということで、今回はこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。おつべたー。